さあランキングご紹介していきましょう。49位のこの曲、第49位にランクインしたのは桃色クローバーで行くぜ怪盗少女。やはり登場してきましたね、はい、ももクロ大活躍でしたよね。ですね、もう見かけない日がないぐらいに、うん、この曲はでも2010年の発売のメジャーデビューシングルなんですよ ね、 すよね。長いことランクインして去年もかけた覚えあるよね。はい、そうでした ね、 ね、大活躍のももいろクロ。なんかあのクリスマス付近にもあのなんか2日間ぐらいだっけど、なんか、はい、ドラマやっててね。あ、そうなんですか。可愛らしかった、すごい、うん、天使なの。へー、天使がジャンプなの。うん、うん、すんごい可愛らしくってよくわかんないけど可愛かったですね。ももクロはあのでもヒットの仕方がね、なんか業界の人たちからだんだん盛り上がってきて、業界内にファンがすごい多いとかいうこと。そうですね、そこからここまで盛り上がってくるというのはやっぱりすごいですよね、うん、もう一つのなんかメディアをなんか席巻してるような気がしますけれどもね、はい、今ユーストリームの方がちょっと一回止まっちゃったりなんかして、はい、アクセスできないなんていうのがありましたけど、今やっと再開しております。そしてこの今配信しているユーストリームのユーストリーム大賞っていうのも取ったの、ももクロのでしたよね、はい、これも配信、ももクロ配信をスタートした時は割と小規模な、ね、ほんの何人しか見てないみたいな状態から始めてね、あそこまで行くんですからすごいですよ。すごい大活躍でしたね。はい、お送りした曲は桃色クローバーで行くぜ怪盗少女でした。そしてこの人も今年大活躍でした。第47位にランクインしたのは剛力彩芽で友達より大事な人。
すごいダンスが上手なのよね。そうなんですよね。曲もちょっとダンサブルな感じで、はい、ね、この人のキャラクターに合った曲ですよね、はい、お送りした曲は第47位にランクインした剛力彩芽、友達より大事な人でした。さあ続いて、43位のこの曲をご紹介しましょう。ミワでミラクル。さあお送りしているのは、43位ですね。3位にランクインしました。はい、ミワのミラクルです。この人の声は魅力的ね、本当にね。そうですね、透明感のある声でね。この曲はシーブリーズの CM ソングで、夏の間ねよく CM で、まさに爽やかな、はい、柑橘系な感じの、そうです ね、とっても心地いい、曲でした。リクエストも来てるのでね、リクエストの曲もかけていこうと思うのです。はい、思うのですが、はい、この季節にまたぴったりの曲をリクエストいただいたのでご紹介しようと思います。はい、天秤座の梅ちゃんからリクエストいただきました。かおりん、西さん、こんばんは。こんばんは。スマートフォンを2台で1台はチューンインレディオで、うん、もう1台はユーストリームにて聞いて見ています。お、見て聞いてくれてるわけですね。すごいね、見ながら聞きながらっていうのかな。ガジェットな人だね。俺無理や、そんなん。なんか速度差があるのか、うん、音声がずれ込んで見づらい聞きづらいので、チューンレディオに切り替えますでしょ。一本にしたんですね結局。若干その音声の、はい、
あの特にユーストリームとかって、はい、エラーが起きるとどん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 遅くなっていくんですよ、音声とかがね。だからあのチューインレディオの方も若干こう生よりはタイムラグがあるので、サイマルラジオですもんね。そう、サイマルラジオの方はね、うん、だからあのそれできれば1個にした方がいいような正解ですね。一つにして。あのだけど僕もよくたまにユーストリームの映像で音を消しながらチューンレインレイリオで見たりすると、うん、あの口と絵が合ってなくてすごい気持ち悪かったりします。そんな、天秤座の梅ちゃんからいただいたリクエスト曲をお送りしようと思います。はい、木村カエラでスノードームですね。この季節にぴったりのこちらお送りしたいと思います。